それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日はこの日本伝さん長森イズムの挑戦というタイトルの本をご紹介したいと思います。で、この本は少し古くて2008年の本になります。で、この長森さんという方はですね、結構最近メディアにも出てたりとか、経営者の中でも、孫さん、永井さん、長森さんというのが、日本の三大経営者みたいな感じで語られることがあるぐらい、有名な経営者です。で、日本電産という会社を、創業社長として、率いていて、最近多分会長になるっていうニュースがあったかと思うんですけども、それまでずっと創業社長として日本電産という会社を大きくしてきた人です。で、有名なんですけれども、この会社は非常に巧みな M&A を仕掛けることによって、自社の技術を拡大して、技術競争力をつけると。で、その買収した M&A 先の会社をこう潰してしまったりとか、バラバラに解体してしまうっていうやり方ではなくて、その技術のある会社を安い値段で安い時期に買収をして、長森さんの経営手法を徹底的に浸透させて業績を回復させると、そういうことが有名な会社です。で、本の中身はですね、ちょっと2008年と古いので、特に最近こう業績が伸びている最近の話はないんですけれども、その創業社長である長森さんが、創業の頃、どういった苦労があったかとか、あとはその M&A の、最初の方の案件ですねに対して、どういうふうに取り組んだかということが書いてあります。で、3つほどいいなと思った点を紹介したいと思います。で、1つ目はこれは長森さんの、言葉なんですけれども、知的ハードワーキング、情熱、熱意、執念とか、あとすぐやる、必ずやる、できるまでやると。で、この三大精神で取り組めばできないことはないということがこの本の中に書かれているんですけれども、この本を通じてですね、やっぱりその創業社長っていう、迫力っていうのがすごく伝わってきますし、今言ったような、精神性っていうのは非常に、大事にされていたんだなということを痛感します。で、もともとこの方は人の2倍働くとか3倍働くとか、そういうことで有名だった方なんですけども、最近はどうも、働き方改革というかですね、働き方についても考え方をシフトしていて、残業時間を大幅に削減すると、つまり生産性を向上させるということを公表していらっしゃいます。で、どういったシフトになっていくのかっていうのも含めて、興味深いなというふうに思いながら読んでいました。で、あと2つ目ですね、これはちょっと思ったことなんですけれども、さっきも言ったようにこの会社日本電産というのは非常に M&A を巧みに仕掛ける会社ということで有名なんですけれども、非常にこの本を読んで印象的だなと思ったのは、まずその無理のある M&A をしてないと。つまりそのある時に買いたいと思った時にパッと買うんではなくて、ちゃんと、会社の技術力をしっかり長森さんが見ていて、それをいい時期に買うと、つまり高値で掴まないということを徹底しているということと、あとはその日本の会社、海外の会社、いろんな会社を買収してるんですけれども、必ずその自分の技術領域にとの、コラボレーションであったりとか、もしくはその競合を排斥するような、力が確実に働く、自分が得意なフィールドだけを、狙って買収しているということで、あと3つ目なんですけども、海外の会社も買収をしてるんですけど、海外の会社に対してはやっぱりちゃんと日本の会社とは買収のスタンスを分けていて、その長森イズムというか、そういったものを、浸透させるにも時間がかかるということを、きっちり長森さんが把握をしていて、その、適切なタイミングで適切なもの、会社を、適切な方法で、M&A をしてるんだなっていう、その巧みさを、この本の中から感じることができました。で、すごくシンプルなことだと思うんですけども、やっぱりなかなか欲が出て高値で買ってしまったりとか、おごりが出て、この自分のやり方を相手に押し付けてしまったりっていうことが、往々にしてあるんで、そういった意味で非常にうまいやり方をされてるんだなということを思いました。あと3つ目、最後なんですけれども、この日本電産という会社が、三共精機っていう会社を、ある時買収をしたんですけれども、その三共電機っていうのが、スケート部でが、有名な、長野県の会社だそうなんですけれども、そこの会社の、業績低迷のタイミングで、資金投入する形で、買収をしたんですけれども、それでもそのスケート部っていうのは、長森さんの意思で、きっちり残したと。で、理由としては、その地元でも有名なスケート部だし、オリンピックに出場するような選手も輩出するような素晴らしいスケート部だと。で、そういったスケート部っていうのは、地域の人であったり従業員の心の拠り所になるんで、大切にしなければいけないということで、残されたそうです。で、実際結果として、つい最近のピョンチャンオリンピックで、高木菜那選手ですかね、
お姉ちゃんの方だと思うんですけども、がこの日本電産三協という会社にまあ所属をしてて、そこのスケート部に所属をしているそうです。で、まあ、長森さんがまあもちろん激励をして、結果として高木選手も結果を出したと。で、まあ、長森さんがポケットマネーと会社のお金から4000万円、支給するっていうふうに発表を最近されてましたけれども、やっぱりそういう信頼関係とか、まあ、その単純にビジネスだけではない、まあ、人としてのこう思いとか、っていうのが、この長森さんのすごく、またいいところだなということをまあ感じながら読んでいました。はい。でまあ、ちょっと雑然としたレビューにはなったんですけども、内容としてはですね、非常にまあ、ちょっと会社の歴史みたいなこととか経緯みたいなものの説明が長いんで、まあ、少し冗長かなっていう内容ではあったんですけども、この長森さんが何をどういうふうに考えたかっていうことについて、まあ、一冊読めば、十分そのこの当時の根本の考え方っていうのは、伝わってくるような本でした。はい、今日は以上です。